はい、ではですね、微分係数をもう少し実感としてね、納得できるようにちょっと具体的な問題を使ってみましょう。まず y イコール fx のグラフに対して x2 乗をまず当てはめてみます。そうすると微分係数 x イコール2における微分係数なので、ここはどういうふうに表現されるかというと f'2 と置けます。微分係数は f'2 です。じゃあやっていきましょう。まず f'2 は定義通りにいけばリミット h から0、 h を0に持っていきます。そして、下は h ですね。上は、ここに2プラス h を入れます。そこから2の2乗を引くんですよね。定義の式を覚えてるでしょうか。ちょっとここ消しますけど、定義の式は、h 分の fa プラス h マイナスの fa でしたね。これが f'a の定義式で、この定義式を迎えると、a に当たる部分に2が入ってるだけですよね。そうすると少し見やすい。もし忘れそうだったら常に横に置いてそれに当てはめる練習をしてから、だんだん消してみないようにしてから練習するようなことをすると結構ストレスが少なくて済みます。まずはね、慣れないうちは見ながらで構いません。まずは使い方を慣れましょう。そうするとこれね、ちょっとここ消しますね。そうするとここが2乗引く2乗なので、2乗引く2乗なのでどうなるかというと、足し算引き算になるんですよね。そうすると2プラス h プラス2は4プラス h だけれど、2プラス h マイナス2は2に消えて h だけ残るけど、こことここで約分されるんですよね。そうするとリミット h0 の4プラス h なので、答えは 4h0 を入れるわけです。 h を0にしてねってことは、こいつを0として考えるので4ですね。なので答えは4で、答えは、こういうふうに書いてくれれば OK です。 f'2 イコール4ですね。これが微分係数の求め方です。同じようにやってみましょう。ちょっとまた複雑なものにしてみました。 x の3乗です。 x の3乗に関しては2乗の時と同じように因数分解が必要になってきますよ。気をつけてくださいね。じゃあ行きましょう。さっきと同じようにここは x イコール4における微分係数なので f'4 と考えます。あとは定義通りに式に当てはめていくだけです。まずは3分の1、4プラス h の3乗マイナス3分の1、4の3乗を h で割りましょうという感じですよね。で、共通因数が3分の1、3分の1なので、これね、ちょっとテクニカルなことをします。リミットを、リミットの意味は h を0に持ってってくださいって意味なので、 h を含む項に関してはすごく影響力を持ちますが、 h を含まない項は全く影響を受けないんですよね。そうすると今共通因数分子が3分の1でくくれるんですが、ここで3分の1を外に出します。リミットの影響を全く考慮しなくていい項は外に出してしまいましょう。で、あとはここが3乗引く3乗なので、引く4と4プラス h の2乗をプラス4プラス h の4プラス4の2乗ですね。こんな風になりますね。
これはもちろん因数分解の式を思い出してもらわないといけません。 A の3乗マイナス B の3乗は A マイナス B と A2 乗プラス AB プラスの B の2乗ですよね。はい、でそうすると4プラス H マイナス4のところで H が残って H が消えてくれます。でここはまあちょっと面倒くさいけど計算すると、3分の1、リミット H が0でここは16プラスの 8H プラスの H の2乗プラス、16プラスの 4H プラスの16かな。はい、でもここから先ね、H 結局0になるんだから、0になるんだから、もうここ全部0ですからね。0、0と。ただ整数値だけ考えればいいわけです。そしたら、結局、16プラス16プラス16ですね。ここはちょっとテクニカルにいきましょうか。こうですよね。いいでしょうか。16たす16たす16なので 16×3 ですよね。で3分の1があるんですよね。ってことは足し算して48にしてまた3分の1で足してああなんだっけってやるよりももうこのまんまはいはいはいとした方がもう計算しなくて済むと。でそうしたらあとは結局 F'4 は16ですよっていう話で収まります。さあちょっとね具体的な問題で試してみると雰囲気ちょっと変わるでしょ。今までは定義式だけ扱ってたけど、じゃあ具体的にやってみたら実はこういう風に使うんだってことは多分使ってみて初めてね実感として湧くと思うのでやってみました。この問題2つ、基本的には因数分解ちゃんとできますかってところと微分係数を置いてから定義式にのっとってやればいいんだよってところ。でも最初ちょっと慣れないうちはねきついんで、慣れるまでは簡単な問題を使って練習していきましょう。その反復練習がしっかりできて自分の感覚としても身についてきたら、じゃあ次のステップに行ってみてください。